はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、まもれです。はい、ゾンビ駆逐旅、パート13か、まあ、13ですね、多分。間違ってたらごめんなさい。はい、それでは、ゾンビの大群が攻めてきたので、まあ、ここから撃退しますね。はい、それでは始めます。まあ、ここからの侵入は許すということにしましょう。来ましたね。まあ、だいぶ強いんでね、このルイスは。でしたよね、確か。うわー、やばい。これはやばい。レオン大丈夫かとか言って。これはきついですね。エメイラまとめて焼却処分だ。ルイス避けまして、強すぎじゃないですか。さすが百戦錬磨のルイス君。あれがサンドイッチのハムなら、貴様らはパンだな、焼きたての。いけ、ルイス君。やれやれ、ここでせき止めろ。よしぞ。お前よくリロードもせずに、そんなバンバン撃ってられるな。いれ。こうなったらマシンガンを使うしかない。残念だったな。もうやめて、おじさん。おじさん、あーやめて、あーおレオン大丈夫かとか言って、そういうお前もあれじゃねえか、今おじさんにとっ捕まえられてんじゃねえかよって言いたくなりますね。これは手榴弾しかない、いや勝利かな。僕は威力の高い手榴弾であのように送りましょう。テイクです。おっと、ここだ。よし、オーバーエイザーマだ。借りができたな、レオンとか言って。お前を吹っ飛ばしちまって悪いな。これを使え？ハンドガンの弾か。いで！ほんとだぜ、キリがなさすぎ。いるな。やっと諦めて帰った。危ない危ない。行ったみたいだな。
どうするんだこれから。村から出る吊り橋は奴らに落とされた。前へ進むしかないな。忘れ物を取ってくる。先に行ってくれ。ルイス。はい。エンドオブチャプター2 and 2 next chapter 2 and 3 total 命中力 78% 低っ。ちょっとね、テンパってね、あれですよ、当たらなかったことが多かったですね。はい、なんとかね、逃げ切ることができました。これあれじゃないですか、選択じゃないですか。広げましょう。左右のルートの配置、これですよ。これ読めばね、どこに何の敵がいるかわかるんですよ。先ほどサドラー様から合衆国のヘリを墜落撃墜したとの連絡があった。しばらく代わりにも来ないはずだ。なぜなら合衆国は我々への内通者が誰かを特定できず、裏切り者を抱えた状態では小規模の部隊しか動かすことができないからだ。この隙にあの娘だけでも確保しておきたい。合衆国の二人がここから脱出するには、分岐ポイントの、左右のどちらかのルートを通ることになる。そこを抑えるのだ。しかし、二つのルートに人員を分散しては戦力が薄くなる。そこであえて左のルートに全員を配置し、右のルートにはもう一度エルフィガンテを放つことにする。どちらのルートも娘と一緒ならば楽には通れんだろう。ということで。こっからはもう地獄です、地獄。まあね、私はね、もう一方の、エルフィガンテじゃいない、総力の場所へ行ったんですよ。まあそしたら結構苦戦しましてね、かなり強いですね。チェンソーおばさんが二人来ますね。まあそんな奴らと戦うのなら、まだエルフィガンテの方がいいかなと思いまして、まあエルフィガンテと戦うことにします。武器ね、こう強いんで、そうしますね。ちょっと待ってください。ファイル、これじゃないな。あ、これですね。ちょっと待ってください。右のルート、右のルートですね。右のルート行きます。たった今ね、読んだことを忘れるっていうね、あんたはニワトリかって言いたくなるぐらいのあれですけど、さてここからがショータイムだ。うわ、ここか。来ましたね。落石をね、まあさせればいいということで。やばい、捕まった。不発、やめて。これはやばいぞ。ショットガンで道を切り開くしかない。
よし。あ、これ岩で突き止めるんですね。当てるんじゃなくて。なるほど。よし、こっちだ。もう少し。鍵がかかってる？マジかよ。もうこうなったらエフグガンってと、あれですね。ちょっと、なまっちゃいましたけど。エフグガガガガンってとか言って。もう戦うしかない。おし。暴れ。もう終わりだ。死んだか。お、倒した。あっぷな。あんな当たった新人まで。お金が多く入りましたね。嬉しい。思わぬ収穫ですね。鍵はね、ある場所わかるんですよ。ある場所わかってたのに、あれだっていうね。こんなところにいっぱい、あいつらが破壊してくれたおかげだ。はい、これですね。古びた鍵。わざとそんな簡単には行かせないぞと言わんばかりですね。ここですよ。ここら辺にもね、なんか宝石かなんかあったような気しましたね。ありました。これですね。うん、こっからじゃ無理だな。そこだ。はい。紫の宝石。さあ行きましょう。いやー断然楽ですね。武器強いから。はい、ってことでまあここら辺で終わりたいと思います。まあ、無事ね、脱出したということで。まあ、エルヒガンテですね。を、まあ、駆逐して、まあ、なんとか、合流できましたね。合流というか、脱出ポイントに向かっています。はい、それでは見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。はい、それでは、さよなら。